チャンネルわお。しました。リクエストいただいていた曲です。イントロが鳴ったら あの曲だって分かってしまう、この曲の力が本当にすごいなと思いながらイントロ弾いていました。多分しかもいろんな世代の方がきっとこの曲はそうだと思うので、いやーすごいな、歴史的な曲だなと思いながら、今日歌わせていただきました。そう、最近本当に毎日いろんなリクエストの曲をコメントに書いてもらってありがたく見させていただいています。なほこチャンネル始まってからずっとコメントのお返事を書いてたんですけど、最近なかなか追いつかなくて、書けていないのが心苦しいんですが、でもすごく毎日本当に楽しみに読ませていただいて、知らない曲をコメントのリクエストで書いてもらうとメモっておいてダウンロードして聞いたりなんかしております。で、そうそう、リクエストはいっぱいたくさんの人がリクエストしないとやらないんですかっていうコメントを以前いただいたので、この場を借りてお返事なんですけど、確かに最近この曲リクエスト多いなって思ったらその曲は早めにやりたいなとは思うんですけど、でも
どっちかっていうと時間に、私個人的に時間に余裕があるときはみんなに教えてもらった知らない曲を、多めに撮影するときもあるし、逆にパタパタしてるときとかは、できるだけみんなのリクエストの曲の中からなんですけど、自分が知ってる曲とか、あとコードが簡単な曲とかピアノが簡単な曲とか、そういう曲を結構中心に撮ったりすることもあるので、その辺はちょっとまちまちな感じになっています。なので、そして745曲の中で多分、どうしても全曲は難しいと思うので、やったらラッキーぐらいの気持ちでぜひ見ていていただけたらいいなと思います。でもできるだけお答えしたいので、頑張ってやっていくので、見ていてもらえたら嬉しいなと思います。ということで、今日はザードさんの心を開いてでした。明日はちょっとこの曲もまた前の曲になるんですけど、井上陽水さんのあの曲、リクエストいただいた曲をお届けしたいと思います。ということで、また明日。宮崎奈穂子、ツイッターとブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして、YouTube、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎奈穂子でした。